強化された月ウサギは、通常ゼリーが多ければ多いほど強い、というわけで、通常ゼリーがとんでもなく多い、このカスタムランステージを走ってみます。名前はそうだ初等ステージだったかな。ステージバフで黄色クマゼリースコアアップしてます。黄色クマゼリースコアが10万点くらい上がってて、黄色クマゼリーの総数も多いから、クマゼリー系の子で走ってみたりしたこともあるけど、通常ゼリーも多いから、今回は月ウサギで走っていくんだぜ。月ウサギの能力の詳細や評価については、先日投稿した評価動画を見ていただければ幸いです。それで、今回のステージを走っていく上で、一つ気になる点として、黄色クマゼリーが10万点もアップしてるなら、黄色クマゼリーパーティー中に、月ウサギの能力でお持ちになったゼリーは、月ウサギのお持ちゼリースコアに、プラス10万点されたものなのかっていうのがあると思います。それで、そこに関しては否で、お持ちゼリーになったらお持ちゼリーとしてのスコアしかなくて、黄色クマゼリーのプラス10万点バフはお持ちとかしたゼリーには関係ないんだけど。それじゃあ、能力でお持ちゼリーにするより、元々の黄色クマゼリーのまま取れた方がスコア高いんじゃないかって思いますよね。そこで計算してみたんですが、月ウサギの持ちゼリーは雨能力まで入れると17万点になって、黄色クマゼリーは元の5万プラス10万で15万点になるみたいです。なので持ちゼリーの方がスコア高いみたいです。ちなみに、これ持ちゼリーの方がスコア高くなっても、持ちゼリーに塗り替えられちゃうのかな。なんか強化前の月ウサギでここ走ったことある気がしますが、その時はスコア低かったのでそうかもしれません。黄色クマゼリーのスコアが反映されるなら、ある程度のスコアは取れるものね。そんな話は置いといて、今回の編成についてなんだぜ。今回はステージの通常ゼリーを、お持ちに変えていくのが何よりもスコアにつながるので、エンジンとステートを入れて速度アップさせて、能力の効果範囲を広げています。そして残り1枠に黄色クマゼリーリング。これは黄色クマゼリーを取れば取るほど強い宝物です。でも先ほど話した通り、黄色クマが多いステージではあるものの、そのほとんどはお持ちになっちゃって、黄色クマゼリー全然取れないから、黄色クマゼリーリングの能力ゲージは溜まりにくいんだぜ。それでも全く取れないわけじゃなくて、バトン後は普通に黄色クマ取れるので、その辺加味するとやっぱり黄色クマゼリーリングは強そうです。バトン後は電気うなぎが良さそうでしたが、アイスクマゼリーパーティー取っちゃうのでロブスターにしてます。そうそう、そもそものステージコンセプトとして、アイスクマゼリーパーティーが黄色クマゼリーパーティーより、優先度高いのを利用したステージだから、今回のステージだと黄色クマゼリーの方がアイスクマよりスコア高いのに、アイスクマゼリーパーティーと黄色クマゼリーパーティーだと、同時に取った時にアイスクマゼリーパーティーが優先されちゃうから、アイスクマゼリーパーティーは避けて、黄色クマゼリーパーティーを取るのが大事なんだぜ。ちなみに、月ウサギだとどっち取ってもお持ちかが優先されるので、別にどっち取っても、どっちも取らなくてもいいんですが、能力終わった後は影響あるので、その辺考えて黄色クマ取るようにしてます。残り時間少なくなってから意識すればいいだけですが、そんな器用な脳みそしてないので、ずっと黄色クマ優先してます。ちなみに、先ほど電気うなぎがいい感じと言ったのは、体力的にも能力的にもいい感じということなんだけど、実は月ウサギもかなりいい感じで、バトン前としてこのステージに体力的にも噛み合ってるんだぜ。能力的には言わずもがなです。なのでかなり相性はいいですね。そんなわけでこのステージで月ウサギはかなり強くて、しかも楽しいです。そんな感じなんだぜ。でも一応言っておくと、黄色クマゼリーリングは確か、黄色クマ100個取るごとに300万点くらい生成するので、それを加味して、黄色クマゼリー取るごとに、実質3万点得てるものだと置き換えると、なんと黄色クマゼリーリングのスコアが実質18万点になって、お持ちの17万点を超えちゃうんですね。でもだからといって適当に他のクッキーに黄色クマゼリーリングつけた方がスコア出るなんてことなくて、噛み合ってるからか月ウサギの方がスコア出るんだぜ。その辺のスコアの計算とかはよくわかんないですよね。結局走って比べるしかない感じです。運営的にはステージ作る際に得られるスコア総数とか、ステージ全部のゼリースコア合算してすぐ求められそうですね。いつかの発表でステージ作成できるモードが開発されてるとか情報出されてて、その画面が楽しそうだったから楽しみなんだぜ。ところで、10月に入ってからめっちゃ寒くなってきましたね。まさに秋といったところでしょうか。冬ほど寒くないから秋ってだけで、急に寒くなったからなんか秋って感じしないです。この時期はまだ夏仕様の服や布団だから、寝てる時めっちゃ寒いんだぜ。夏仕様のひんやり布団だと、寒さが極まっててとんでもないですね。でもこの時期に太陽出てる時の日中とかは好きです。涼しいけど暖かいみたいな、地球を感じられますね。それが感じられやすいのが春なのかな。春と秋の違いはいまいちわかんないんだぜ。でもほんと9月はずっと夏だったのに、10月になってめっちゃ寒くなりましたね。これいつ冬になるんでしょ？11月からとか。確か冬は冬で4月くらいまであった気がするので、ほんと夏と冬しかないですね。春と秋どこ行っちゃったんだよって歌詞がボカロにあったけど、今年はほんとそんな感じなんだぜ。夏と冬どっちが好き？みたいな質問はありますが、人間の多くは春と秋の方が好きだと思うんですよね。というか、夏と冬もどっちも苛烈さを増してて、どっちも嫌だなーって人増えてると思います。ちなみに自分は冬の間は夏を求めて、夏の間は冬を求めるような頭しい人間なんだぜ。人間を感じられますね。でもやっぱり冬の方が服には困んない感じあります。男の場合、夏の服装で短パンを履くか履かないかで悩んでる人は多いと思います。今は全然気にせず履けるんだけど、なんかめっちゃ短パン嫌だった時期があるんだぜ。冬は着込んで重装備になれますし、なんか安心感もありますよね。でもやっぱり冬は寒いから、メンタルも冷え込んできちゃいますね。雪国の鬱率は高いみたいな話を、テイルズ・オブ・アライブで聞いたけど、わかる気がするんだぜ。冬はできるだけポカポカして
ていきたいですね。でもこれからの季節でやんだら冬だからって言い訳できそうでいいね。そんなこと考えることで少しでも心が軽くなるなら良さそうなんだぜ。季節の変わり目ですし、体調には気をつけていきましょう。そんなわけで月うさぎ大活躍ステージでした。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったと思う方は高評価お願いします。おつぶた様でした。のし。